2003年の広島東洋カープでは2003年の広島東洋カープにおける動向をまとめる。この年の広島東洋カープは2回目の山本、工事監督体制の3年目のシーズンである。毎年のように A クラス候補と言われながらも夏場で息切れするチームは、この年開幕から優勝候補の巨人が投手陣崩壊で開幕ダッシュに失敗したこともあり、8月までは 巨人を含め、最下位独走の横浜を除く4球団で A クラスを争った。しかし、8月まで2位の巨人と3.5ゲーム差で A クラス復帰が目前に見えながらも終盤で息切れ。最後は、阪神の18年ぶり優勝を許し、阪神と20.5ゲーム差の5位に終わり山本、監督の悲願である A クラス復帰はならなかった。投手陣は、 9回のエースとなった、黒田博樹や2番手エース高橋健也先発、抑え両方で、活躍の笹岡真嗣などが、それなりの成績を収め、リリーフでもこの年ルーキーの栄川勝弘は、チーム1位の25セーブを挙げて守護神となり、沢崎俊一、天野光一、小山田康弘などもそれなりの成績を残した。打撃陣では、FA 遺跡の金本智明に代わって、 荒井高弘が4番に入ったものの、わずか19本塁打に終わり、打率も2割3部台に低下した。それでも夏場から4番のアンディシーツや前田智則、小形光一、木村拓也などが打ちまくり、不審に陥った荒井をカバーした。山本監督が、荒井は2割8部でもいけると思ったがと悔やむほどで、あったが、この年の不審をバネに、荒井はセリーグを代表する打者へと成長していく。 ありがとうございます。